た。こんにちは、はい、ゆたかさん。中日開幕初勝利。あ、よかったね。やったー、はいはい、勝ったー。まあ勝つけどな。まあいつかは勝つんですよね。まあ、勝つけど、でもあの勝ち方とすれば、はい、すごく乗っていけるような、うん、まあ、逆転勝利やったな。そうでしたね、まあ、3-0 からやったからね。そうなんですよ。だからよくひっくり返したなと思ってさ、はい、まあまあね、はい、よかったわ本当に。で、まあ、延長に行きまして、で延長で、まあ、相手は中川投手というところで、はい、まあ、ここまで開幕から、ね、うん、なかなか調子が出てこなかった細川選手に、はい、まあ、一発が出たと。まあ、そうやな、はい、まあ、思い切りよくな2球目、はい、まあ、ちょっと入ってくるスライダーかな、外寄りのボール、まあ、それをな見事に持っていったけども、なんか心の支えがあったというね。そうなんです。それが今年から、はい、あの入ってきてくださったその中田翔選手と、うん、やっぱり中島選手の言葉と、まあ、うん、まあ、これからやでっていうことと、はい、な、自分を信じてやればいいって、で、まあ、和田コーチも、はい、あとはタイミングだけやから大丈夫やからっていう、うん、まあ、勇気づけね。そうですね、まあ、そういうことがこう心の支えだったっていうふうに、うん、まあ言ってるけども ね、 そうですね。まあ、でもそうやって打って有頂天にならないで思い返して本当に一人一人に感謝をする、はい、あ、細川ってまあ精神的にも成長したし、うん、なんて言うんだろうな、これからもなんかやってくれそうな、うん、まあ、そんなコメントだったね。そうですよね、うん、まあ、あの昨日のお立ち台でもずっとヒットが出ず苦しかったっていう。いや、そりゃ苦しいよ、うん、開幕して4戦目だから、まあまあそういうことあるけどね。ですよね。だ、私たちからとってみると、でもまだ4戦目だったよ。いや、だけど彼の立場からするとさ、うん、やっぱ中日に拾われてみたいな、はい、まあ、そういう思いもありながらね、まあ、昨年の成績がフロックって言われないように、はい、頑張らなきゃいけないというさ、自分で結構プレッシャーをかけてダメになっていく選手ってもいるんだよね、はい、まあ、細川なんか普通にやっときゃパワーあるしさ、うん、まあまあ成績は残してくるとは思うけどもね、はい、まあ、片岡ヘッドもこれでやっとあのよく寝れそうやと眠れそうですと。あ、起きましたLINE が。いやいや、まあ、LINE しておめでとうっていうふうにあれしたらやっと寝れそうですと。やっぱり、まあ、その選手も苦しかっただろうけども、うん、まあ、監督、コーチね、うん、まあ、ヘッドコーチも含めて、うん、あの苦しかったんやなとか思いながらね。そうですよね。まあ、ヤクルト戦も見たけど、うん、あの決して悪い戦いじゃないんだよね、うん、はい、まあ、ちょっとしたほころびから、はい、まあ、失点をし、まあ、それを追いつけなかったというね、まあ、昨日も、まあ、3点はリードされたけども、うん、なんかしつこくね追っていく姿も見えたし、うん、はい、同点機で2アウト1・3塁、はい、田中に代打出すかなと思ったんだよね、うん、中地行くかなと思ったら、そうですよね、我慢していったね、見事に。そうですね、あれはもう信じてっていうベンチが田中選手を、まあ、それとやっぱ将来的なことも考えたと思うんだよ、うん、やっぱこれからあそこで変えてたんじゃ、まあ、田中が育たないとかね、はい、まあ、そういうところも考えて、まあ、でもあれあそこで1点取れなかったら負けてたかも分かんないからな。だし、あの多分言われてたでしょうね、なぜあそこで代打を出さなかったというふうにファンからはきっと、まあ、そうだよね、うん、あれがやっぱこう勝負の分かれ目だったと思うけど、はい、あれを信じて使ったって代打を送らなかったっていうのが、うん、まあ、勝因につながったかなっていうようなね、はい、そんな感じもするしね。そう、うん、だから面白いな野球って。そう、いや、そう本当に。ここであのダイソー出すとか、うん、いやセカンド行ってダイソー出した方がいいとか、うん、もういろんなことを考えながら、まあ、やってるよね、はい、まあ、その中でも一つの選択、うん、まあ、昨日は素晴らしかったね。そうですよね。ただ一方で、まあ、昨日巨人、はい、まあ、スリーバント失敗、まあ、ミスというか、はいはい、バントの失敗も選手大城選手だったりとか、はい、佐々木選手いましたし、あとあの誘いに乗って飛び出したところで岡本選手がそのショートの門脇選手に投げるのではなく吉川選手に投げてタッチできずにというところもあったり、ちょっと巨人は昨日あれはね、はい、吉川の入る位置が悪いんだよ。あ、そうなんですね。あそこをね吉川飛び越してね、はい、門脇には投げれない。岡本は。あ、そうなんですか、うん、それはパッと入ってきた吉川には投げるよ。で、吉川選手はあれ位置としてはどこら辺に。やっぱね距離が近すぎるから、だからもう少し後ろから入ってこないとダメなんだけど、ショート側から入ってこないと。そう、それと一つとでももう良かったわけでしょ、はい、そしたらそんなに焦ることもなかったよな。ああ、そうだったんですね、うん、
まあ、早く殺せっていうふうに言われてるからランダムプレーの練習の時に、はい、やっぱこうランナーの手前っていうか近くに入ろうとするんだよ、うん、セカンドって、はい、だからそれがやっぱりでもランナーもうまかったな。そうですね、タッチをかわしてって、なんて言うんだろう、吉川の動きが見てあれをスタート切れたんだったら素晴らしい判断力だよね。おー、うん、そこは中日サイドにってことなんだ。まあそうだね、まあ、ジャイアンツはやっぱこうミスも多かったな昨日は。そうでしたね、まあ、外野萩尾選手と浅野選手の、うん、まあ、スリーベースになったのもそうですし、はいはい、あとはやっぱりバント、まあ、バントだな、はい、で、まあ、大城にバント、まあ、6番、でも6番になぜ大城を置いてるかって言ったら、うん、やっぱ坂本の後ろ、はい、やっぱこう打てる人を置きたいよね。でも阿部監督の中ではやっぱシーズン長く戦っていく上でやっぱああいうところでバントは絶対あるよっていうことをみんなに示してるんだよね、うん、で厳しくスリーバントもさせたりとかしたケースもあったけども、やっぱり送るっつったら送るんだよって、うん、うん、そういうまだ順位がこう確定も何にもしてない、はい、まだ序盤だからそういう自分の野球はこうだよということをやっぱ身をもって体現させてるというかさ、うん、それでキャンプから始めてた得点圏での打ち方、はい、これが生きてくるわけだから、これがなんていうのかな、点数がどうのこうのそれもあるけども、シーズン途中から大城にバントは消えるかもね。やっぱ打っていくしかないっていうことになってくるかもわからないし、はい、だから俺は阿部監督のその野球をみんなに示したという。ただ俺そのことも大事なんだけど、やっぱり一番心配なのは中川かな。そうですね、2戦連続、まあちょっと失敗決勝弾だよね、はい、まあ一本サヨナラになったけども、うんうん、ちょっとやっぱりこう西舘、中川、大勢って、はい、やっぱ中川はちょっと心配なんだよね。バルドナード、はい、あの選手でいいんじゃないかなっていうような気がするんだけどね、うんうん、まあ、阿部監督はその2戦とも打たれた中川投手に対してそのまあピッチャー攻められないという言葉を使ったんですけれども、ただやっぱり2戦連続勝ってる試合を落とすというふうになると、ちょっと見てても投球で不安な点とかっていうのはあるんですか。中川、中川って中継ぎタイプでは俺はないってずっと思ってんだよね。先発ということなんですか。先発はある程度点を上げて、うん、投げさせるという、はい、それはなぜかというとさ、やっぱ球種とか綺麗すぎるんだよね、ピッチャーとして。だから対戦してて何の怖くもないというか、はい、ただキレがいい時はファールになったりボン出したりだとかするケースはあっても、なんかこう抑え込まれるっていうイメージがないんだよね。例えば西舘と大勢を比べたときに、2人はやっぱ押さえつけられるっていうかねじ伏せられるっていう印象があるんだよ、下手すると、うん、なんか急位に押されて、うん、なんかフォークボール空振りしちゃったとか、はい、まあ、西舘も勢いいいし、はい、いやだからそういう勢いっていうものがあんまり感じないんだよね、彼には、うん、でもピッチャーとしたらすごく素晴らしいピッチャーだし、ただじゃあ中継ぎで1イニング相手が必死になって戦ってくるときにちょっと綺麗すぎるんだよね、うん、なんていうのかな、先発の方が俺は向いてると思うな。それ阿部監督は今年もその中川投手をあの位置に入れてるっていう意図って、やっぱ実績とやっぱ慣れだよね、彼の経験値、はい、だから西舘も経験があんまりない、うん、まあルーキーだしね、はい、で大勢もちょっと故障がち、うん、やっぱここら辺で経験値があるやつを入れたいっていうふうには思ってるはずなんだよ、うん、まあ、だけどちょっとやっぱ俺はもう原監督が使ってる時からちょっと綺麗すぎるって思ってたんだよね。そっか、そうなんですね。だからまあここら辺人材豊富だからさ、はい、まあ、誰かやっぱ早いうちに見つけとく方が危機管理としたらまあいいかもね。今日の試合展開的にどうなるかわからないですけれども、だとしたらもう例えば今日の試合から例えば勝ちパターンであれば8回と8回にバルドナードでもいいんじゃないかっていうふうに、まあそこら辺はきっちり決めてるんじゃなくて、うん、ある程度流動的になってんのかなっていう、うんうんうん、だから西舘を使うかなと思ったら、うん、バルドナードが出てきたりだとか、うんうん、してるからちょっと流動的にはこう考えてると思うよね、うん、だからきっちりは決めてないと思うよ、方程式みたいには、うんうん、だから答えを出すのは遠回りしてもいいから、はい、
答えだけは間違いないというような戦法を取ってるかなっていうような感じはするけどね。あ、なるほど、うん、じゃあ、いや、でも一応中川投手は豊さん的には中継ぎのああいうところではなく、俺はね、うん、俺だったらね、うん、まあだけど阿部監督はやっぱこう一回こう決めて伝えたことっていうのはそう簡単には監督の立場としたら変えれないのは分かる。これ変えてるようじゃもうブレたって言われるから。確かにそうなんですね。いや、だからこれはやっぱ最初のこうどう組み立てるかっていうことがすごく大事だったんだけども、でもこれ2戦やられてるけども、はい、これを薬に良くなってくる可能性だってあるしさ、はい、これはもう使ってみなきゃわからないよね。そうです。でも使うところが一番大事な場面だからさ、うん、判断をしっかり見極めないと、うん、やっぱこうね苦しくなるよね。そうですよね、うん、で、まあ、今夜ももちろん、中日と巨人戦になるわけですけれども、はい、昨日は外野巨人は萩尾選手それから浅野選手という、はい、まあ、若手を一気に投入してきましたけれども、これ豊さん今日の試合どうなるかまだわからないんですけど、まあ、まあそうだね、はい、まあ、ただその阿部監督もね思い切ってね、あの萩尾と浅野を使ったり、あれで勝ちゲームになってたらすごく彼らも自信になったと思うけどもね、はい、でも一人は怪我したりだとか、はい、ね、したけども、まあ、今日は大野という相手を考えると、まあ、長野とか、まあ、ベテランをこう使ってきそうな、はい、そんな感じはするけどね、まあ、あと昨日はね松原選手も途中から出ましたけど、まあ、そうだね、まあ、松原、うん、まあ、浅野でもいいし、はい、うん、だからまあここら辺はそうだな、でも思い切って若手を使ってるっていうところは好感持てるけどね、阿部監督も。確かにそうですよね、うんうん、だからそうだな、まあ、誰になるかわからないけども、やっぱ3連敗は避けたいよ ね、 もちろんそうですね。だからその布陣は引いてくるということを考えると、ある程度経験値が高い人間を優先的に俺は布陣してくるというふうには思ってるけどね。まあ、今日は中日、大野投手、はい、久々の登板というところになるのと、あとは一方巨人はメンデス投手なんですけれども、うん、豊さん今日の試合どんなふうに見てますか？まあ、有利不利で言えば、まあ、中日が有利だよね。やっぱ勢いがある。それ昨日の勝ち方っていう、そうそうそう、それとジャイアンツの方はミスで負けてるという、あ、非常に雰囲気的にはそんなによろしくない、うん、ところから成功を重ねて勝ちに持っていかなきゃいけないっていうのはやっぱ結構勢い的にはしんどいと思う。ただやっぱりこう大野も人の子だし、はい、まあ、エースと言われた男だけども、やっぱ久しぶりの登板で立ち上がりっていうのがね、まあ、どうなのかというね、はい、でメンデスがどちらからなければいいなっていうふうに思ってるのと、やっぱり一つはポイントは足になるな、メンデスだったら、はい、まあ、ここら辺をどういうふうに中日が使ってくるのか、はい、まあ、ここら辺がちょっと楽しみだけどね。そうですね、うん、あと巨人、まあ、あの大城選手、昨日阿部監督は、うん、まあ、あの野球の神様が怒ったねということで、今日の態度を見てどうするか決めるという判断をするというふうにおっしゃってたんですけれども、これ例えば、まあ、明日菅野投手なので菅小葉というふうに言われてますけれども、はい、今日もしかすると例えば大城選手ではなくて小林選手とメンデスということもあるんですか？いや、それはないと。それはない、うん、いや、それは、うん、あのやっぱ大城はレギュラーだって、うん、それはね、押しも押されるレギュラーだよ。だから大城を軽んじたらダメ。あのやっぱりお前がリードしていくっていうことをしっかり伝えないと、うん、ただ、5戦やって1戦休ませるという意味では明日、はい、あの菅野と小林っていうことはあり得るけども、はい、だけど今日に限っては、うん、やっぱり昨日の失敗を今日取り戻してこいっていう、まあ、キャッチャーの方ではそうでもないと思うけど、はい、まあ、バッターの方でね、バッティングの方で取り戻してこいっていうのがやっぱ阿部監督の性格だと思うよ。うん、だからここら辺でお前すぐ変えられてたんじゃない、やっぱ面白くも面白くもなんともないよ。そうですよね、自分が正捕手っていうのはね、いや、プライドもありますし。そうだよ、だからもう12球団で例えば DeNA が山本、ね、ヤクルト中村、はい、で、まあ、木下、はい、まあ、坂本か梅野、はい、で坂倉、うん、でジャイアンツはもう大城だから。そうですね、2番手っていうのは相当離れてるから。うん、確かに。だから大城の評価は俺は高いよ。だからすぐ変えるようなことはそこはしないと思うっていうことですね。で小林の経験からするとさ、はい、ね、いきなり組ましても大丈夫だから、あの子は、はい、うん、菅野、うん、っていうのはもう入ってるからちゃんと。もうそうですね、ただいい時に受けてたからちょっと力が落ちてどういう風なアレンジを加えてくるかっていうのは、うん、これは明日のもし組んだ時の楽しみだよね。そうですね、うん、
で大城がスタートしてもやっぱいい時も悪い時も知ってる大城なの、これはまあ明日になってみなきゃわからないけども、まあ楽しみだよね、一つのね。そうですね、はい、まあ、昨日ねサヨナラ勝ちで細川選手のホームランで、はい、中日はここから勢いに乗りたいところ、うん、そして巨人は昨日ミスがあってつまずいた分、ここは悪い流れを止めたいところと、やっぱり、ね、乗らなきゃダメだ。そうですね、それとやっぱ大野が勝つ負けるっていうのはすごく中日にとっては大きいから、まあ、柳は勝つだろうし、うん、涌井も安定してる、うん、ね、小笠原もそうですよね。小笠原もそうだし、うん、だけどそのやっぱこの大野が勝ち出すと、はい、やっぱね投手陣全体に俺は勢いが出てくると思う、もっとですね、うん、だから今日の試合はね、はい、そう1年を占う意味でも大事な試合だと思う、中日にとってね、中日にとってですよね、うん、ぜひね今日のちょっと中日巨人戦も目が離せないというところですね、はい、はい、